ちょっとトレンドリーダーの森ちゃんに質問あんねんけど。いや別にトレンドリーダーちゃうねんけども。ほな流行にかぶれやすいミーハーな森ちゃんに質問なんですけど。じゃ何そのささくれてる感じ。キャンプブームはどうですか。じゃもう声でかいね。なんやねん。いやこないだなソロキャンプしながらサウナ入ってアヒージョ作りながらリモートワークしてる人間よってな。アヒージョバッチリカメラに入れて会議してあった。かっこよすぎやろ。話変わんねんけど。ちょもう何やねん。何そあれお前見たことない。どっからか俺らの仲間のちっこいのめっちゃ連れてくる人間俺や。もう俺らそうやったしの。ほんでそのちっこいのさーっとさーっとおぼろ豆腐すくう時みたいに地面に置きはって土の布団優しくふわーってかけはんねん。おぼろ豆腐って何？え？何？ん？てか何や知らんけど散髪してくれる人間もおるやんか。散髪ってチョキチョキ？え知らん？俺こないだその人間に散髪されてん。なんかちょっとこの辺もおっさりしてますから前髪すいときますねみたいにちょ切られた。え、なんなん？なあ、あ、何やねん。いや、そこパピーンって枝残ってんで。え、うわ、ほんまや、なんでやねん。くどりさんの休憩所作ってくれはったんとちゃう。は、なんでやねん。ちょ、なんで人間お布団かけてくれたら散髪したりくどりさんの休憩所作ったりしやんねん。まあ、ようわからんけどええやん。ここら辺めっちゃ気持ちええし高校生はかどるし。まあそやな。せやけどし。は？なんやねん。小鳥来た。